ことあり、ぜっ、オッケーなのよ。なんか信じられないんだけど。のんきに笑ってる場合、少しは気にした方がよくない？ねえ、で、どうなのかしら。ツンツンしないの。気安く私に触れるとカエルの姿にされてしまうわよ。ツンツンしないの。いいから今日はもう休みなの。
休み。変身する魔法少女にはあまり憧れはなかったかな。そういう子供時代を過ごしてなかったというのもあるけれどね。もうツンツンしないの。いいから今日はもう休みなよ。おやすみ。ちゃんと私の夢を見るのよ。
このゲームだからかな。衣装の上からでも触られた感触がはっきりわかるわ。なんというか、あたる。
ごめんなさい。じゃあやりますか。殺戮の天使が降臨してしまったわね。ちゃんとご飯食べてる？そうじゃないとミチルみたいになっちゃうよ。
このゲームだからかな。衣装の上からでも触られた感触がはっきりわかるわ。なんというか、あたら…私を甘く見ないでね。これで終了ね。孤独の夜に盾を求めさまよう。よし、やるぞ。これがゲームの中じゃなかったらいいダイエットになるんだけどな。
なたの女騎士がお出迎え。いけない、今全裸だったわ。ユージ、大丈夫？気分が悪いのならログアウトした方がいいわ。まだ走り続けるのは難しい？そう、強がっちゃって。今のあなたじゃ逆に絞り上げられるだけよ。そうよね、ごめんなさい。辛い思いをしてるのはユージなのに。そう言ってもらえると嬉しいわ。この装備はちょっと失敗だったな。回復スキルは使えるけど攻撃力がなきゃ護衛にもなれないわね。守ってあげたいのよ。だって私が9029を守ってあげるなんて気分いいじゃない。ん？どうかした？げっ、分析担当だもの。現場での偵察は工作員の仕事でしょ。とはいえ部下の不始末は上司が責任取らなきゃね。ここは私に任せて逃げなさい。それでも揃ってやられるよりはいいでしょ。さ、それは私だって同じなのよ。いくらゲームの中であっても私の9029が獣に食われるところなんて見たくないのよね。議論は終わり。さあ行きなさい。ユージ、どういうこと？じゃあユージ…バカ言うんじゃないわよ。ええ、そうね、それがいいわ。逐一申告してもらうわよ。そうよ。何？休憩の必要。何よ。